翌年来る年、令和年越し栃木年越しツアーということで、あ、でも今年ちょっとやり残したことがありまして、はい、ずっとすすりたいって言ってたラーメン屋に本当に行けてない。手打ち小村さんです。おー、2021年ベストラーメン手打ち手綱もね、ちょっと食わせてくださいって話なんですよ。ということで、はい、帰らずに戻ってきますよ、ここには。牧場に行きます、今から。牧場、ミッドナイト TV。 さあ、牧場です。んそして、雪です。いいね、そういうとこだね、もう山の中だからね、結構。確かにな、でもいいですね、雪の牧場見てみよう、うん、えもうになって、もう牛モードになってますな。そういうこと。もう牛モードって、もう2回もう入ってもてるマスって書いてあるぞ。チョウザメもいいのか。でもチョウザメは干渉池ニジマス、チョウザメ。チョウザメってキャビア、キャビアでしょ、チョウザメの卵が。おっしゃ、取ろうぜ。来た来た取って行っちゃおうぜ。乱獲するんだよ。乗馬乗路馬アーチェリー2回のこれ必殺技出るんじゃないんだこれ右左上、悪言じゃない、右下左梅原しか出されんやつみたいなうちはね、牛年じゃない、あ、馬年じゃないんで。まだ、なるほどね。また来年の来年の来年の、ま、もうでもなんかいいね。あ、なんかこう、広大だね。いいですよこれは。あ、あれあれ、冬季期間中はマジかよ、挨拶できねえのかよ。まあ、そうだよな。牛がラーメン屋みたいなことなってる臨急食らってるね大石さんに会いたかったな。まあ、じゃあ大石さんが絞った父を堪能してさ。父をね、なるほど、父で済ますとこ父で済ましたこ今年の挨拶は父で済ませておこう。そうやな、うん、馬でかお。まあちょっとね、あの牛年なんで。そうそうそう、ちょっと映ってないってことはないだろ。いや、牛さんに申し訳ないんで。そうそうそう、今年お世話になったら牛さんに申し訳ないんで。そして牛さんってさっきからね、さん付けで呼んでるけど、Eテレみたいになったよなモーモーにね、モーモー塚本の限定メニューみたいに言うのたける MOU モーモーね。何のゆさんぽ分かって、ウサギ。あ、やっぱウサギもいるんだ。ほんとだ、ダメダメだね。エトがいっぱいいるけどダメだよ。確かにエトいっぱいいるの。馬もウサギもいますから。あー、馬だ、やばい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 申し訳ない申し訳ない、ダメだよ、危ない危ない。わ、めっちゃかっこいい馬いるけど。あー、うわ、かっこよい馬。うわ、何あれ。いや、馬テンション上がるな。めちゃくちゃいいぞ。競馬行く。あれだな、くせえな最悪だな都会っ子やなこれはすごいよ、風景は。うん、めっちゃいいじゃん。お、いいですね、これは。めっちゃいい景色じゃん。すげえ。こんな入ってくんな。めちゃくちゃ面白い入り方したよ。今ちょっとズームにしてて、うん、マジでちょうど顔がプッて入ってきてるから。めっちゃいい景色だな、ほんと。マジで、すごいね、これね。ほんと見渡す限りというか。全然わかんないよ、何がどうなってんの。俺と見てる人だけは面白いからね。なんかちょっと新年っぽくなっちゃってないこれ。確かに日の出っぽい。なんかこの日差しとこの広大な景色。ダメダメダメ、終わらせないといけないんだから。ありがとうな、牛。お世話になりました。あの辺にいるでしょう。じゃあお世話になりましたということで、はい、ソフトクリームでも食べてね。いいですね、ミルクジャヤで。いいですね。ペロ式。ペロ式って何ですか。ペロ式ってピロ式はまだ分かるけど、ピロ式はね、ヒロシキのパロディー AV でパイパニックみたいなもんよ。ヒロシキがないからね、元が。それがない。ヒロシキのパロディー AV でしょ、ペロシキ。まずピロシキってない。ナメポッターとスケベな椅子みたいなあった。ペロシキ、ペロシキこんなんやって。ヒロシキのパロディー、本当にパロディーだ。ペロシキだな、でも多分ね。味噌じゃがの方がエロいけど。こちらが、プレミアムソフトということで、はい、おい牛さん、今年1年ありがとう。うん、あ、めっちゃうまい。ほんと、めちゃくちゃうまい。それなら顎にも優しい。めちゃくちゃ優しい。そしてあー、すごい詰まってそう。なんかめちゃくちゃうまいわ。うん、牧場のソフトクリームって感じだよね。うん、やっぱ牛だな。牛か、やっぱ忘れらんねえよ、2022になっても俺は牛のことを。うん、どういうことやん。ミックス、お、行ってみて。うん、チョコだな、やっぱチョコ関係ないね、牛ん。チョコは牛関係ないね、残念ながら。あげる。あ、どうす、あ、くれんの。こっからちょっと歯が必要なんで。例えば顎は。歯はあるでしょ、錦鯉みたいなとこで。いやー、お別れできましたね。できた。うん、牛との思い出あれば語っとき。牛か。
さあ、はい、牛さんに挨拶を済ませまして、うん、牛が行く年であるならば来る年は虎ということで、おお、虎年、虎に会えるかちょっとあんま調べてないから分かんないんですけど、那須には那須サファリパークがございますので、おお、那須サファリパークにね行っちゃおうかなっていう。いいじゃないですか。いわゆるあの車でね回るやつですね。ああ、楽しそう。うん、この車も傷だらけにされて舐め回されてそうですよ、ミスチルの歌詞みたいな手のひらみたいな。サファリパーク、富士サファリパークは行ったことある？ないな。あ、サファリパークじゃあ初めて。うん、あら、あ、そうなの、初めてですね。じゃあ、おー、ライオンだ。本当に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 じゃん。いや、ライオンだやん。ナスサファリパーク来ました。来たー来たーだよ、ナスサファリパーク。こちら音声ガイドの機械です。お待たせします。はい、すごい。これどうしよう、どこに入ってすぐですね、はい、ライオンの放し飼いとなっております。はい、危険ですので窓開けないようにと、はい、まとまらないようにゆっくり進みながらでお願いします。かしこまりました。次のキリンのエリアからは窓開けることも車止めることもできます。はい、あと餌やりの方ですね。はい、シマウマとロバの2種類だけは投げる形でお願いします。はい、その他の草食動物は全て手渡しであげれますので。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。さあ入場でーす。来た、サファリパーク来た。来たぜ。ストライク捕まえんぞ絶対サファリパーク最初いきなりライオンらしいよ。マジで。うん、ライオンしかも放し飼いだから止まらないでって言われた。絶対窓開けちゃう。絶対止まるなって言われた。絶対止まんなよやめろやめろ絶対窓開けんなよやめろやめろ。ホワイトライオン、世界中に300頭ほどしかいない。そのうちの何頭かがここにいる。本当に。あ、いたいたいた、来てる来てる。これか。うわあいつなんかウルフやな。確かに、なんかオシャレだな。あ、でもオスとメスがちゃんといて。うわぁ、近っ。あ、なんかケツ書いてる。ケツ書いてる。求愛してんな。求愛してる。発情してますね。いいね。いいね。いいとこが見れました。ケツ。ライオンのケツ書き。そして、トラという、トラ年ということで。来たー、ベンガル。いやー、来年はお世話になりますよ。本当によろしくお願いしますよ。トラさん、かっけーな、ベンガルドラってやっぱ。ベンガルドラとウイスキーということで。ウイスキーで全部。来年お世話になります。お世話になります。よろしくお願いします。かっこよ。なんかかっこよ。なんか渋いな。あいつ渋いな。かっけえ、シビック。かっこよ。シビックもかっこいいけどな。で、ここで、あ、なにこんな、なんかアトラクションみたいな。おお、入ったけど。ジュラシックパークっぽい。ジュラシックパークだね、ほんとに。窓を閉めてください。絶対に降りないでください。振りがすごいよ。絶対にな。止まらずに、徐行運転で進む。ちゃんと閉めてるから大丈夫かな不安になって。実は開いてるとかないよね。ね、うわ、ほらやられてる車があるやん。ほら、うわやばい。おいおいおい、止まんなよ。止まるとこうなるんだよ。やばいよ。あらあらあら、ちょっとこっち来てよ。なんか意外と落ち着いてるね。落ち着いてんな。これなら止まって降りても大丈夫だけどな。ダメだよ。さあ、網目キリン。網目キリン。あ、キリンはね、あ、この辺は餌あげていらっしゃる。餌あげられるんだ。この辺からじゃあ窓開けてもいい。ちょっと開けても OK。エリアに入る。どうも。お、あ、来た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 。ちょっと待って。来た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 よ来たよ来たよ。これあげんの。うわー。うわ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 。ちょっと近くってよ。うわ。うわ。でか。うわ。しっか。鼻息かかった。バイバイね。バイバイするよ。めちゃくちゃ接客で買ってる天気こいつ。バイバイ。ああやめろ。余韻すんな。すごい。うわ、ライブ感やばな。ライブ感だねこれ本当に。これすごいですよ、動物のライブ感が。あ、アルパカだ。おい、うん、アルパカ怖い。ちょっとなんか怖いわ。ダメだダメだ、早い。なんかあいつの目が怖い。目が怖い。やばいやばい怖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 い。やり方やばかった。そう、目が目が座ってるから。あ、後ろ後ろ、バックミラーバックミラーバックミラー見て、バックミラー。来てる。うわうわ、来てる。じゃあな、目怖い。あいつの目が怖いよ。まだ見てる。あ、申し訳ない、ちょっと怖がっちゃった。震えたかったんだけどね。ね、ちょっと怖かった。俺たちのあれが力量が足りない。足りなかった。もうちょっと慣れてから来るわ。じゃあレベルが高すぎた。うわ、でかい。うわ、近っ。すごい、近っ。地下でか。うおー、うわ、地下。横横横横。うわ、やだー。びっくりした。びっくりした。体の運転してよ。すの、怖っ。やばい、挟まれた、やばい、挟まれた、やばい、やばい。あー、囲まれたぞ。あー、囲まれたぞ。うわー、歯茎見せんなよ、マジで。怖い、怖い。シマウマです。シマウマ投げて、餌を。シマウマは、あ、噛むんだ、シマウマって。かわいい。よせ、かわいいじゃん。かわいい、かわいい。かわいいね。エランド、エランドエランドって言うんだ。エランド、エランドいいね。エランド、エランド来た。エランドすごい。家族だ。エランド軍。
エランドの家族やん。エランド家族やん。会いに来てくれたの。あ、なんでこっちから来んの。ほら島間公園だ。顔でかっ。島間ちょっと、島間すごい。お前言ってないよ。うわうわーかかかかかかか激アツかよゼブラ。でかい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 。いやちゃうねん。平和のパチンコじゃない。おしゃれだなでもね。ここ行くの今から。え怖すぎ怖すぎ。密怖すぎ怖すぎこれは、うん。あれね、あの後ろにゼブラ柄の車があるとき激アツって。実は通常時代に通常時代に後ろにゼブラ柄の車があるとき激アツって至る所が激アツなんですよ。CR なサファリパーク行くからね。バイバイ。俺たち行くからな。元気でいろよ。すごいすごい。どうなってんのそこ。どういう形状なの。それなんだそれ。バイバイ。窓舐めてるし。バイバイ。むっちゃ来んじゃん。いやーすごかったね。しかしなかなかでしたね。なかなかでした。本当に迫力がありだわ。あれサファリだったね、うん、こんな自家用車でプラッて行けるのはいいね。確かにね、本当にドライブスルー感覚だったよな、ほんまに。別に一回も降りることなく、うん、そう結構ギュッとされてたね。楽しみが確かに確かに。なんかダラダラ長い感じじゃなくて、いいね。しかもなんか非現実感というか、うん、めちゃくちゃいい場所だったのね。ということで、はい、サファリパークの横に本当は洗車場があるんだけど、うん、なんか壊れてたから壊れてて、だから今めちゃくちゃ汚い車で走ってんだけど。そうなんです、うん、めちゃくちゃ車へ汚い。車へ汚いめちゃくちゃ車へ汚い。めちゃくちゃ車へ汚いを、うん、あのみんなに見せつけながら、はい、ちょっとまあガソスタとかね、そういう洗車ができるところ。そうですね、うん、これであの手打ちホームランにはいけないわ。そうそうそう、ちょっと申し訳ない ね、ちょっと、うん、そんな間違い方ある。その両方なんか栄養士っぽいんやったら分かるけど、車いはもう絶対ないから。何ナス観光やなって書いてある。めちゃくちゃ関西弁使われたよ。ナス観光やな。いやナス観光やなだから絶対。やななの？ナス観光やなやばいね。ナス観光やな。急に。そしてナス観光やなで俺ちょっと今道を間違えた。間違えたな。テンパって間違えこっちやったわ。右やな。急に関西弁やられたらテンパっちゃうこっちも。ということで車は綺麗になりましたよ。おお本当だ。おかげさまで。大丈夫ですよ。うん。洗車をしました。そう清めてから行かないとやっぱり、うん、あのホムラには聖地ですから、うん、それそのことある。聖地ですから。今結構いいテンションだからな本当にね、うん、すごい何回もカメラ回ってないのに池崎さんが楽しかったなーってずっと。さあだからちょっとなかなかない体験だった、うん、ちょっと面白かった、うんうん、なんだここ本で何もない。何もないけど大丈夫。道であるというだけだよね。本当のサファリが始まるから。ここから何もないな、誰もいない。いやほんまそうやね、これ本当にないな。というわけで、手打ちホムラさんの夜の部で営業してらっしゃる手打ち手綱にやってまいりました、はい、戻ってまいりました。手打ち手綱さんの動画はね、すする TV の方でも上がっておりますので、うん、メインチャンネルをぜひご覧ください。よろしくお願いします。さっき6000に飲んだからね。はい、なってる。あのこのバック関節症のあれでこれで食えるんじゃないかと。確かに万全で食いたいよね。そう万全で食いたい本当に。さっきのあのなんか二郎系ね、さっきのあれから二郎系を作るってなると、うん、あの醤油ももうあれっすよ。あのいわゆる手綱用の金し醤油っていうそのラーメン二郎で使ってる醤油を使ってる。しっかりインスパイアしてるんだ。もうあれっす、あ今インスパイアってましたね、はい、リスペクト系です。おお。顔が映ってなるのが残念でならないから。どんなインスパイア系なのかね。あ、今インスパイア系って言いました。はい、リスペクト系です。ジロー、リスペクト系です。3回やったじゃん合計。というね、すするのドヤ顔も見れるメインチャンネル。ぜひご覧くださいということで。いやでもマジ楽しみ。そうなんです。今回僕らは中でお願いしました。はい、中でも300ぐらいってことだったんで、まあ、ジロー標準、まあ、ジローだと標準ぐらい、うん、なんかショーだとジローをすすってるならちょっと物足りないかもよって言われたんで、うん、ちょっと注意させていただきます。ならばね、我々はこう。そう言われたならこうなんですよ。すすらまぜそば、そうごめん、すするまぜそばだ。僕初めてそうジャンクなまぜそばいただきます。すすらまぜそばなんで、ちょっとだから僕らが今からするのとは違いますんで、サブチャンネルもぜひお楽しみくださいということで。はい、すいません、お待たせいたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いただいてみましょう。いただきます。野菜すれば、まだ油が
もう油っていうか、なんだこれ、チャーシューだよ、チャーシューだよね。すごいな、これはすごい。早速俺は麺にいっちゃうぜ、こうやって。おお、ちょっと本当に全然昼とは違う、質問だよ、スズン。うん、うめえよ。うまいっすか。うん、すごいリスペクトを感じる。うん、麺の風味がもうパンパン。え、マジでリスペクトを感じる。うん、なんかほんと本家、本家さながらっていうか、だいぶヘビーね、豚。うん、柔らかいし、いつもどう、ゴワゴワ痛い。さすがに痛いけど、これは食いたいと。うん、食いたいけど、めちゃくちゃ硬いわけじゃないか。ね、豚うまいよね。うん、爆食会がまっすぐ出た。よくわかんない時に使うやつ。混んでますよって、ね。うん、あと中でやっぱちょうどよかった。確かに、意外とさらっとショーだと少なそうな気がする。すごいな、同じ店で食ってるとは思えないわ。どういうこと。昼の昼と、さっきはほんまに全然違う顔見せてくれる、うん、全然違うし、全然違う方向に完成度が高い。うん、よかった、食えたわ、うまいおかげで。うまかった、食えんだね。うん、うん、結果、通覚と味覚は味覚が違う。もう一回手打ちチャーシューワンタン麺いけるな。こっからいけるけど、正味実際いけるけど、いけるすごいな、ね。うん、これはすごい、大谷翔平だわ、二刀流。うん、これでいこう、こうしてきてくれた。そういいね、旅寄せるジャンプの飲み屋どうすぎて、そういうのよろしく。物撮りしてる時の顔もなんかかっこいい。一番真剣な顔してたと。もう一回にして、もう一回にして。ウサギやないか。肉うどんじゃないね。ロングコートダディのウサギやないか。お、かっこいい、ウサギやないか。さあ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、うまかった、うまかった、最高でしたね。あ、うん、なかなか素晴らしい。うん、ありがとうございます。いえいえ、全然僕はもう何もしないんで。本当に店主さんの人間力がすごい。確かにね。いや、本当、はい、現れてるわ、うん、本当に。やっぱラーメン、鶏ガラ、豚ガラ、人ガラですからね、本当に。ちょっと早めに言ったし、うん、少し矢先の方。よっしゃ、本当にな。いや、そんなの、そんなの抜きでマジで最高。うんうん、いや、なんか幅広いな、本当。すごいな、うん。うん、さあ、というわけで、どこだよ、何これ。そばをすりながら、はい、まあ、今年一年を振り返ろうじゃないかっていう。うわ、これが2秒。めっちゃ俺、メガネ持ってくる。そして俺的にはないニュースだな。いや、嬉しかった。めちゃくちゃ面白かったもんな、あれ。